く、これからどうしようかな。助けには行きたいが、あいつを助けるメリットはないしな。いや、これからいろいろ探すのであれば必要かもしれないのか。院長室に戻ろう。少なくともどこに連れて行かれるかは探ろう。奴らがまだいることを想定しつつ、警戒しながら一旦院長室かな。右手にスリングショットを構える。いる。いますね。ベッドルームからは出ないみたいです。ヤガさんは床に転がった状態で、血を吸われています。吸われてるんだ。本来は 1D6 点ダメージを毎ラウンドですが、とりあえずヤガさんは1回分だけ、耐久力を減らしておいてください。半分減りました。部屋からは出られないのか。奴らが一足飛びには取れないようなところから、1回撃つか。外れた。外れた弾が部屋の何かに当たって音を立てます。潜むものの一匹は物音の下方に去っていきますね。ベッドルームからは出ないみたいですけど。音の下方に行くのか。ずいぶん単純なアルゴリズムなんだな。じゃあ、部屋にスプリンクラーがあると思うんですけど、そこを狙って衝撃を与えてみよう。スプリンクラーは衝撃でも作動するはずだ。それは運が良ければということで。スプリンクラーが動くと警報が鳴る。警報が鳴ると2ラウンドで警備員がやってくるはず。なぜならもう経験済みなんで。確かに。それを狙ってスプリンクラーを攻撃します。わかりました。スリングショットだと威力が足りないか。ブカブカとしたジャケットの裏の方に仕込んであったコンパウンド棒を取り出します。うわ、弓だ。キャラ性質の時点で弓を持ってる人と膝に矢を受けた人が出てきたの、びっくりでしたね。打ち合わせしたわけでもないのにね。なので、外れたらヤガさんの膝に当たることにしましょう。今の僕は一発で死ぬぞ。小型のコンパウンド棒を引き絞って打ち抜きます。お、幸運も振ってください。スプリンクラーに矢が命中しました。狙い通り警報が鳴り響くでしょう。その者たちはエレベーターのある部屋の方に群がっていきました。この状況でもベッドルームからは出ないみたいですけどね。この状況でも部屋を出ないってことは、外から引き打ちすれば勝てたかもしれないな。まあいい、矢が、起きろ。矢がさんは重傷ですが、目を覚まして構いません。この状態で耐久力が0になると死ぬ可能性が高いです。動くことはできます。助かった、逃げよう。逃げようとすれば潜む者たちに気づかれる可能性があります。伏せになってるんだ。足音を殺して歩くの。では隠密でどうぞ。こちらはデックスで対抗ロールします。これは幸運を1消費してハード成功にしておきます。ではデックスによる対抗ロール、大正解でしたね。あなたの勝ちです。あいつ、なんだあのゴボウは。潜む者たちはヤガさんが階段の近くまで進んだところで気がついたみたいですね。よし、逃げろ。なんと無事に逃げられました。大丈夫か。はあ、一体僕に何が。血を吸われていたよ。おそらくあれも形は違うが潜むものなんだろう。借りができちまったな。いいよ、俺も一度お前を見捨てて逃げようとしたから。え、ごめん今なんて。だから俺を殴れ、セリヌンティウス。その甘さに足元を救われなければいいがな。通販します。避けます。ええ、一発は一発だ。君さ、今のはだが、それでもこうやって戻ってきてくれたじゃないかって良いセリフ言わせてくれるところじゃないのか。グーパンしないで言えよ。それはルール確認です。一時的狂気の潜在狂気は 1D10 時間続くっていうルールがあります。 1D10 時間の間は正気度が1でも減ったらまた狂気がぶり返すと思ってください。やっぱりこいつは裏切るに違いないって思うのか。ちなみに不定の潜在狂気はシナリオあるいはキャンペーンの終わりまで続くので、生き埋め恐怖症とはずっと付き合っていくことになりますね。まあ生き埋めなんてそうそうないだろう。大休憩1回分か。大休憩取ったら僕の耐久力はどこまで回復します。仲間に医者がいるので、まず1点は応急手当てしてくれるでしょう。医学による治療も行われますが、即座に回復するのは1点だけですね。くっ、一口飲んだだけで回復するような魔法みたいなアイテムがあれば。そんな魔法のような飲み物があれば。ありますね。おとなしく医者からの治療を受けます。レバーとか食べれば翌日には回復とかしないですか。しないですね。ただ1時間のちゃんとした治療を受ければ1D3 点は回復します。医者を不眠不休で働かせます。主治医の人、なんか疲れてたみたいですけどね。あ、早乙女さんも一緒に部屋に行きますか。顔合わせします。そうだな、会っておくか。矢賀さん、傷が結構深いみたいだから今日は休んだ方がいい。情報に関しては明日改めて相談し合えばいいと思うけど、どうだろう。こうなった以上、明日以降のプランも考え直さなければいけなくなってきたからね。それもそうだし、あんたのクライアントとやらも大丈夫なのか。ビトリオルを飲んでるから、何らかの変化が起きていてもおかしくないか。よければ、そっちの様子も見せてもらっていいか。渡さんにつながる何かがあるかもしれない。まあ、現地の協力者ということで、
僕の仲間たちに引き合わせてもいい頃だろう。僕の次元と五右衛門を紹介するよ。ルパン気取りかよ。僕が一番弱いという意味では僕はルパンの立ち位置で間違いない。戦闘力だけ見るとね。ヤガさん、どうしました？それにその方は？ちょっと怪我しちゃって。この人は現地で得た協力者だよ。なるほど。あなたの目的のために役立つのであれば構わないとは思いますが。あんたらの仕事には影響しないから大丈夫だろう。それより彼、なかなか見目麗しい子だね。私の絵のモデルにならないか？絵のモデル。主治医が隣でちょっと困った顔をしています。何かあったんです？昨晩あたりから急に絵を描きたいとおっしゃっていまして、あなたがいないから私が画材とかを買いに行かされていたんですよ。体も健康になったんでね、新しい趣味でも始めてみようかと思って。ちなみにどんな絵を？まずは似顔絵から始めたところさ。主治医は苦笑いしています。絵を見せてもらうと主治医の顔が描かれてますが、片目が描かれていないです。片目が描かれてないのはなぜ？美しいだろう。目は一つの方が美しいんじゃないかって思えてきてね。なんていうのかな、見守られてるような感じがするんだ。なるほど、よくわからんな。体の方は健康体なのですが、昨日からこのようになってしまわれまして。まあ、まずは僕を治療してください。そうですね、あなたの体の方が大変そうだ。こういう仕事に抜擢されるだけあって腕はいいな。私としてはさっさと帰りたいと思ってるんですがね。しかし仮にも医者ですから、やれることがあるならやりますよ。はあ、借金さえなければこんなところ最初から来ないんですけどね。それぞれ事情があるんだな。じゃあ情報を共有しよう。なるほど、そんなことになっているのか。なんか不幸の目がギラギラしています。化け物の対応はあんたの仕事とは違うだろ。いや、興味だよ興味、もっと聞かせてくれ。明らかに怪しいな。まあ、どういう化け物がいたかくらいは話そう。それでこれからどうするつもりなんだい？あ、もう島を出て帰ろうと思ってます。闇を暴くんじゃなかったのか。急に弱腰になったね。もうこれは俺たちの手に負えるような事態じゃないと思います。それでいいのかい？渡さんはどうするんだ？知ったような口を聞くな。おやおや、踏み込まれたくないところに踏み込んでしまったようだ。へっ、まだお前の中にはくすぶってるものがあるじゃないか。それから目を背けて負け犬として生きていくのかい？くっ、お前に俺の何がわかる。ぐいっと胸元を掴んで、もうちょっとでキスするんじゃないかって距離まで近づいて。役者だからそのくらいは慣れてるけど。後でエントランスで話そう。不合は、よかったら今度絵のモデルになってくれとだけ言い残してベッドに戻っていきます。ドーンと突き飛ばして、じゃあなって言って部屋を出ます。ふっ、若造が。僕も部屋を出ます。おい、あいつやべえことになってるぞ。まあ、彼の仕事はモルモットみたいなもんだからな。ミトリオルの効能を試す仕事なんで。人体実験ってことか。だけど片目が美しいみたいな話があったろ。見守られている感じがとか、あれは明らかに涙を流すもの再明義と関係がある事象だろう。ビジュアルがわからないからまだなんともだね。ただ涙を流すものっていうからには目が重要な神なんだろうね。あるいは目そのもの、片目だけが浮いているバックベアードさんみたいなものかもしれない。面白い推測なので、ヤガさん、アイデアロールをしてください。あなたは飲んじゃった人なので。ヤガさんは不意に白昼夢のようなものを見ます。典型ですかね。あなたがなぜ急に生き埋め恐怖症になったのか少しわかるかもしれません。あなたは深く暗い穴の底に何かいるんじゃないかというような典型を受けます。あれがきっと怖いんでしょう。穴の底だ。そこから何かが見ている。どうした急に？正気動域減らしてください。急に深い穴の底に何かがいるというイメージが浮かんだ。一つ目の怪物が穴の底から僕たちを覗いている、そういうイメージが脳裏をよぎった。どういうことだ、幻覚か？まさか不毛の人もそんなイメージを脳裏に飛ばされて崇拝の念が生まれてしまったのか。きっと僕よりも深く見入られてしまったんだろう。一体どういうことなんだ。二人にどんな共通点があるのかな、わからない。可能性があるとすれば、僕もビトリオルを飲んだということだろうね。本物のビトリオルは飲むと再明義に近づくのか。渡さんとやらもおそらく再明義とやらにやられてしまったんじゃないだろうか。敵は再明義、あるいはビトリオルを飲ませた院長ということか。危なかったな。一つ間違えれば君がこれを飲んでいたわけだ。恩着せがましいが、確かにそうだな。それは常々覚えておいてもらいたい。本当に恩着せがましいな。だけどお前も俺がいなかったらあのままミイラになっていたところだったからな。じゃあこれでお互いイーブンってことで。次はどっちに天秤が傾くか見ものだな。さて、そろそろ夜も更けてきました。院長たちも工場から戻ってくるかもしれません。問題はこれからどうするかだ。
化け物に見つかった以上、あまりのんびりもしてられない気がする。でもあいつらが僕たちが侵入していたっていう情報をどうやって院長に渡すかって、伊藤がいるのか。何にせよ、動かなければいけないのは確かな。プランを考えよう。仙台院長もまた、催眠儀との関連が深い。できれば69階も調べたいところ。69階に行くには、ベロニカをどうにかするしかないが。お嬢さんと仲良くなるか、頼み込んでどうにかならんかな。もう一つが、いきなりワイン工場に押しかけるだ。でもワイン工場ってカルトの本拠地だろう。さっき院長室で見た化け物の足音みたいなのもたくさんしてたし。たくさんしてたんだ。そっか。工場にもあいつらはいると思うね。じゃあ、あれにバレないように忍び込んだりする必要があるわけだ。最終的にはワイン工場に行かなければいけないと思うが。俺の最終目的としては、この催眠院の闇を暴き、そしてそれを白日の元に探し、ここに警察の手を及ばせることなので。そういった資料が院長の部屋にはなかったので、ワイン工場まで行くしかないのはあると思う。本当にそれだけか。正義感でここまでできる人間がいるとは僕は思えないが。渡里さんにはめちゃめちゃに、はちゃめちゃにお世話になった。その人がここで死んだというなら、その仇は絶対に取らなきゃいけない。それは確かに正義感だけではない。俺の暗い復讐心もあるかもしれない。君も何かしらの闇を抱えてそうだ。いいじゃないか。では、とりあえずそうだな。無事に明日が来るんだったら、お嬢さんとまたサイクリングにでも行こうか。次はブドウ畑の方でもいかがですかとか言ってたから。それがまず一つ。もしかしたら俺は明日、院長と話す機会があるかもしれない。そこで捕まえることができそうか。捕まえるのは無理じゃないかな。あまり、ここで騒ぎを起こす気はないし。ただ一応、院長と会うときは、スマホを通話状態にしてベッドのところに置いておく。話は聞いていてくれ。起きていれば。起きてろよ。明日、目覚めたときには僕もあの目玉に見入られている可能性があるから。それは、俺にはわからないところだから、頑張って耐えてくれ。それは約束しかねるな。僕の意識が残ってるかもわからん。急に君を固めにするかもしれない。怖い怖い怖い。まあそんなことするときはまず自分が固めになってるだろうさ。君が固めだったら俺は近づくのをやめるよ。二人はそれぞれ自分の部屋に戻っていくことになるでしょう。深夜特にやることがなければそのまま朝になります。